太っている人は肩甲骨の動きが悪い。これは20年以上僕がこの業界でやってきて得た最終結論です。もう間違いありません。もちろんその反対も言えます。痩せ体質になりたかったら肩甲骨の動きを自由自在にするんです。そうすれば着実に自分が望む通りの体になれます。そのお手伝いをさせてください。脂肪燃焼しやすい体、脂肪蓄積しにくい体を作っていきましょう。はい、こんにちは、シドニーのセラピスト庄司です。もう本当にそうなんですよ。もう冒頭でも言った通り、痩せにくい人の共通点としてみんな肩甲骨の動きが悪いんですよ。すっごく悪くてカッチカチ。どういう風に固まっているかっていうと、肩甲骨と肩甲骨がこう離れちゃってるんですよ。わかります？肩甲骨と肩甲骨が離れちゃっている、ここで固まっているんですね。肩甲骨同士が離れるとどうなるかっていうと、横から見たら一目瞭然、猫背だしバストダウンですよと。こんな格好悪い形になっちゃっているんですよ。で、これなんでこうなっているかっていうと、やっぱり日常生活の癖が原因だと思います。まあ、パソコンであったり、スマホであったり、お料理であったり、赤ちゃんを抱える動作であったり、すべて腕が前に来てこういう動作じゃないですか。その結果肩が前に来る、その結果猫背になる、バストダウンになる。そしてどうやら肩甲骨の周りには脂肪燃焼させてくれる細胞たちが集まっているらしいんですよ。だから肩甲骨が動くことによって脂肪燃焼体質になっていく、逆に肩甲骨が動かないことによって脂肪蓄積体質になっていくと、そういうわけなんですね。まあ巷でも肩甲骨剥がしとかいろいろね、動画だとかネット落ちてますけれどもね、間違った方向に剥がしちゃいけませんよ。外側に剥がしちゃいけませんよ。外側に剥がすっていうのはこういう動作であったり、こういう動作であったり、こういう動作であったり、すべて肩甲骨を剥がしているでしょ。これすればするだけ脂肪蓄積体質になってくるっていうこと。逆に脂肪が燃焼しやすい体質は肩甲骨同士が内側によること、内側によること、いわゆる天使の羽って呼ばれるじゃないですか。背中がスッとした人で肩甲骨がこう内側のラインがはっきりと見える人、あれは肩甲骨同士が内側になっているから綺麗なんですよ。外側で開いている人、天使の羽見えないです。ですので今日は肩甲骨が正しく柔らかく動かせるように、すなわち脂肪燃焼体質になれるようなエクササイズをいくつかご紹介していきます。まずは猫背直しエクササイズですね。僕が何度も配信しております。やり方はこうです。皆様立ってください。あえて立ってください。こんな感じで普通に立ちますと、こんな感じで普通に立ちますと、はい、この時つま先の角度注意して、つま先まっすぐです。膝もまっすぐ、内股になったり外股になったりならないように、つま先とつま先は平行、そして真正面を向いている状態ですよと。はい、そうそうそう。そして骨盤もまっすぐ。反り腰の人はね、お尻の穴がこういう風に飛び出てますからね、お尻の穴を中にすぼめるようなイメージ。そう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 、お尻とお尻をぎゅーっと、割れ目をぎゅーっと押し付けるような感じ。そうするとエクボが出てきますよ。このポジションだったらお腹へっこませやすいです。そう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 、お尻の穴もお腹もぎゅーっとお互いに近寄せるようなイメージ。そうするとウエストのくびれも出てくるでしょ。そう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 、はい、この状態が基本の立ち方になりますよ。ここから腕全体をゆっくりと外にねじります。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。それだけですね。ただ今日意識してほしいのは、漠然とエクササイズをするのではなくって、効かせている筋肉たちを意識してほしいんですよ。効かせている筋肉たちっていうと、中部僧帽筋であったり、大小菱形筋であったりですね。ちょっとこの辺に写真貼りましょうか。ここですね。もう本当にまさに肩甲骨と肩甲骨の間の筋肉たちです。ここを効かせているんだっていうような意識でこれを行ってください。特に腕を外にねじってねじってねじって最大まで行った時、この時に最高に肩甲骨同士が近寄っているんですね。そう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 、ここを意識すること。そこをちょっと長めにね、ホールドしてもいいでしょう。この場所でホールドすること、もうこれをするだけでもね、背中側じわーって効いてくる人も多いと思うんですよ。そう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 。これを意識して10回一緒にやりましょうか。はい、行きますよ。はい、立って。はい、お尻開いてますって。お尻をギュッと中に入れる。ギュッと中に入れる。はいはいはい、そう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 。はい、行きますよ。はい、1、外にねじる、外にねじる。はい、最後で止める。はい、OK。はい、2、はい、ねじってねじってねじって。はい、外にねじって、止める。はい、OK。はい、3、ねじって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 、外にねじって、はい、そこで止める。はい、オッケー。はい、4。はい、ねじって。はい、オッケー。はい、5。
はい、OK。はい、6。はい、最後で止める。はい、OK。はい、7。はい、8。はい、9。はい、はい、10っと、はい、止めましょう。ここで止めて、ここで止めて、呼吸も止めないで、呼吸は止めないで、動きを止める。はい、この状態、この状態、維持して、維持して、維持して、意識して、意識して、はい、OK、リラックス。どうでしょう。今、たった10回しかしてないのに、背中あたりちょっと痛くなってる人多いんじゃないでしょうか。これもしかしたら、明日筋肉痛になるかもしれないですよ。それは、そこの筋肉たちが、それだけ運動に慣れていないっていうこと。運動不足だってことですね。ですので、筋肉痛ご注意で、自己責任でお願いします。2つ目、エクササイズやっていきましょう。バストアップ。エクササイズですね。僕はバストアップエクササイズと名付けましたけれども、これは肩甲骨の動きを正しくする、肩甲骨の位置を正すエクササイズでもあるんですね。ですので一緒にやっていきます。やり方としてはこうですね。はい、腕をクロスさせて引き手の動きをすると。細かい動き今日はやっていきませんから、それをきっちりとやりたい方はリンクこの辺に貼っておきます。そんでそちらへ飛んで、できるようになったらこちらにまた戻ってきてください。 OK ですか。はい、こういう感じの引き手の動き、ここから腕を開いていく、開いていく、開いていく。はい、この時もまた意識しましょうか。さっきの筋肉たち、ここ、これ、これを意識してくださいね。これを意識させることによって、さらに効果的に効かすことができますからね。はい、そうそうそう。はい、引き手。はい、開く。最大まで開いて止める。はい、いいでしょう。はい、2回目。はい、開く。はい、3回目。はい、開く。はい、4回目。はい、開く。はい、5回目。はい、開く。最大まで開いて頑張って。呼吸止めない。はい、6。はい、7。はい、8。はい、9。はい、10。はい、開いて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 、ここで止める止める止める。あー、きっつー。脂肪燃焼燃やして、脂肪燃焼させて、はい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 、頑張って頑張って、はい、 OK。 はい、 OK でしょう。これで2つ目の動き終わりになります。はい、次行きます。今背中側のストレッチをしたんですけれども、次はもっともっと効果的にさせたいので、ストレッチを行きます。どこのストレッチをするかというと、胸、この筋肉ですね。ここです。大胸筋だとか小胸筋だとか言われる筋肉、この筋肉たちが太く短くなると肩甲骨を外に固めてしまう。そうしてしまうと脂肪蓄積体質は変わらないわけですよ。脂肪を燃焼しやすい体に作るためには、ここの筋肉たちをギューッとストレッチする必要があります。そのストレッチを行っていきましょう。そのために皆さんにご用意していただきたいものがあって、それがこういうドア枠ですね。どこでもいいと思うんです。ちょうどいい幅ぐらいのドア枠があれば最高。で、こういう風な形、こういうような交差する形にとってほしいんですよ。肘90度、手のひら正面。こういう形を取りますと。そして、ここ。ここの部分ですね。ここをさっきのドア枠に当てると。両方の手ですね。こういう感じ。はい、OK。はい、そこから片足前に出して、どちら足でも関係ありません。ここから徐々に徐々に徐々に前に行ってほしいんです。腕のことを忘れてください。もう足を徐々に徐々にずい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 っと前に行ってほしいんです。はい、そこで顔が前へ行っちゃってる人大概なので、顔を斜め上向けるような感じ。はいはいはい、そう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 。そうすると今胸めちゃめちゃ効いてるでしょ。胸のストレッチピーンって効いてるでしょ。これをやっていただきたいんですよ。ここを伸ばすことによって、さらに肩甲骨たちが内側に寄ることになる。なので、ここが硬い人っていうのは、やっぱり脂肪蓄積体質なんですよ。その体質から脱却するためには、胸のストレッチが必須なわけです。だからこそこのストレッチをやっているんです。一緒にやりましょう。はい、90度。はい、ここからペタッと当てて、はい、片足前。はい、足をずいずい、ずいずい、ずいずい。はい、首斜め上。はい、ここでも最大まで伸びたぞーっていうところで30秒ホールドしましょう。別にバウンスする必要はありません。
じわーでいいです。はい、斜め上見続けてくださいね。顔前に出しちゃいけませんよ。はい、呼吸止めない。はい、いいでしょう。足を後ろにやって腕をリラックスさせると、めっちゃ胸開いてませんか。めちゃめちゃ胸開いたでしょう。あ、なんか痩せて見えますねええ加減なことを言ってます、すいません。これでさらにあなたは脂肪燃焼体質に変わりました。さらに続けていきますよ。はい、さらにダイエット体質になりましょう。次行うエクササイズはこちらです。僕が過去に配信した肩こりを楽にする ABC エクササイズですね。一緒にやっていきましょう。はい、1つ目、動きとしては前に習え。皆さん習いましたね、学校でね。前に習えではなくて後ろに習えを行ってください。腕を肘まっすぐにした状態を維持して後ろに後ろに後ろにやってほしいですと。この時に注意は、腕を後ろにするあまり体とか顔が前にならないようにして、体はまっすぐ、体をまっすぐに維持した状態で腕を上げてくる、こういう状態、こういうエクササイズですよと。これはね、さっきやった中部僧帽筋だとか菱形筋の筋トレプラス三頭筋ですね。いわゆる二の腕って言われる筋肉。この筋肉を鍛えていることにもなります。ね、二の腕振り袖ですよ。これから日本は T シャツ着る季節になると思うんで、やっぱ二の腕気になる人も多いと思います。これは二の腕燃焼エクササイズでもあるんですよ。一緒にやっていきましょうか。はい、ここからまっすぐ立って、はい、腕を後ろ、はい、1。はい、ここで止める。1、2、3。はい、リラックス。OKOK。はい、2、1、2、3、はい、リラックス。はい、3、1、2、3、はい、リラックス。はい、4、1、2、3、はい、リラックス。はい、5、はい、OK。はい、6、はい、OK。はい、7、はい、OK。8、はい、OK。9、はい、OK。 はい、最後10。はい、ゆっくり止めて、ゆっくり止めて、最大で止める、最大で止める。今三頭筋思いっきり燃焼させてます。二の腕細くしています。はい、頑張って頑張って、上で上で止める、上で止める。はい、頑張って頑張って、上で止める、上で止める。そう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 、最大最大を維持する、維持する、維持する。頑張って頑張って、はい、 OK。 うわ、熱い。なんかシンプルな動きしかしてないのにめっちゃ熱いですね。だけどさらに脂肪燃焼させていきましょう。はい、早速次のエクササイズいきます。エクササイズ ABC のうちの B ですね。はい、立ってください。はい、この状態から斜め45度に手を出してください。ここが真正面、ここが90度横だとすると、その間、はい、この状態、手のひら開く。はい、この状態から腕の力をダラーンと抜きます。こんな感じ、腕の力をダラーンと抜く。はい、ダラーンと抜くと。で、この時に後ろで拍手をするような感じ、お尻の近くでこういう風に拍手するんじゃなくって、ここから後ろ側に、後ろに、できるだけ遠くで、できるだけ遠くで拍手をするような感じですね。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。 OK。 これ一緒にやっていきましょう。10回です。はい、1、A、 はい、3、 C、5、6、7、8、はい、9、はい、10、ほう、はい、OK です。もう体が熱いですね。今肩甲骨周りめちゃくちゃ動かしているんで、おそらくもう全身運動になってると思うんですよ。ダーって血が流れてますよね。もう手もポッカポカじゃないですか。僕もちょっと汗かいてきましたもん。では最後ですね、エクササイズ ABC の C を行います。最後はこういう形ですと。両方の手をまっすぐ出してください。親指は天井、手のひらを開く。はい、ここから両方の手を、力をダラーンと抜く、ダラーンと抜く。これはね、どちらかっていうと筋トレっていうよりも力を抜くっていう脱力ですね。脱力スキルを覚えさせているんですよ。っていうのも、肩甲骨が外で固まっている人っていうのは腕がガッチガチなんですね。腕の力が抜けないと肩甲骨たち正しい位置に来ない。そうしないと脂肪燃焼体質にはならない。だから腕の力が抜けるっていうことを最後にエクササイズで覚えさせます。ちょうどイメージとしては操り人形ですね。腕が紐で引っ張られていると、その紐を誰かがちょきっと切っちゃった、
そうするとこの手ダラーンと落ちるでしょう。これですね、イメージとしてはダラーンと落ちると、イメージとしてはこんな感じですね。手がこうだとしたらダラーンと、これ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 、完全に力抜けてるでしょう。これが手でできるように、これが手でできるようにダラーンと、このためにこのエクササイズをやっています。で、背中側はどうなっているかというと、こういうようなスイングをしてほしいんですよ。こっちこっち、そう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 。で、右手と左手は交差する。で、次の回はまた左手と右手が交差する。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ。これがお尻のあたりでクロスする感じ。そう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 。お尻のあたりでクロスする感じ。これこれ。これこれ。こういう感じですね。これめっちゃ肩甲骨動いてるの分かりました？今。肩甲骨をめっちゃ動かしてます。脂肪燃焼細胞たちを思いっきり活性化させてますんでね、しなやかな動きをつけていきますと。これ一緒にやっていきましょう。はい、いきますよ。手を出して、はい、手のひら正面、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10と。はい、お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。汗かきましたね。なんか汗もかいたし、今ふにゃふにゃじゃないですか。呼吸もめっちゃしやすいと思うんですよ。胸郭、胸が開いたから呼吸もめちゃくちゃしやすいと思うんですよね。呼吸が楽になると肌の質も良くなりますよ。絶対にお肌だって酸素が必要ですもん。痩せ体質にもなって、バストアップエクササイズにもなって、二の腕も細くなって、肩こりもなくなって、お肌も綺麗になって、呼吸もしやすくなる、そんなスーパーエクササイズです。これが効果があったっていう方はもう1日最低1回やってみてください。そうすると必ず体質が変わってきますからね。もう器具もいらないし、スペースもいらないし、隙間時間にもできるし、これを続けて脂肪燃焼体質になってください。ロックダウンの今こそ痩せ体質になるいいチャンスかもしれないですよ。応援しております。料理のセラピスト庄司でした。またお会いしましょう。ではでは、さよなら。